アンダーフォーティーの中で、オンラインの BLC というものを構築するためにワーキンググループで今リーダーをさせていただいてます、日本医大の高橋と申します。よろしくお願いします。ベーシックレクチャーコースの頭文字を取って BLC です。でこれはアンダーフォーティーが毎年各支部ごとに行っている大規模の勉強会です。これは例えば2019年度、去年の九州沖縄支部が主催した BLC で福岡大学で開催されたものです。これは、また別の支部で去年度の中国四国支部でが主催した BLC で、毎年こういった非常に好評いただいている大規模な勉強会、これを BLC と言います。ですが、やはり今年コロナウイルスの流行によって、やはりソーシャルディスタンスを保つことが叫ばれる中で、今回の学会もオンライン開催となりました。やはり実地開催は現状難しい、安全ではないという判断が学会でなされています。やはり BLC に関しても医師が60人程度集まって、協賛業者の方々を含めると20人ほどで、もう100人近い人が集まる中で、支部によっては長距離の移動であったり宿泊を要するような背景を考えると、やはりこれも、実地開催は今年は取りやめるべきと、でオンライン化が急務というような状況が発生しました。このオンラインでの、ベーシックレクチャーコースのハンズオン、具体的には Zoom で使った遠隔によるその羊羹吻合のレクチャーですね。これはどういった感じでやるのかというのを、実際ここでデモンストレーションして皆さんに見ていただこうというのがこの企画の趣旨です。でオンライン BLC の基本的な構造としては、まず講師の先生がいます。で講師に対して、そのオンラインの BLC の司会進行を務めるホストという人間が、役職の人が1人つきます。そして受講者は1回の講義につき3名を想定しています。でこの5人は、完全にその離れた遠隔で、この1つのユニットを組んで、BLC を行うということです。ですのでお家でもいいですし職場でもいいですし、全く人がここに一度に介するということがなくていいというわけです。で受講者には、あらかじめこういった羊羹であったり必要な物品を郵送で送るということをして、自宅からのハンズオンの参加を実現するということを予定しています。で、このような形で、手元に道具が届きます。でこの中を開けるとこういった、羊羹とグラフト、それから練習用の縫合紙、あるいはこの右側にある白いこのキット、これは組み立てるとこういう形になります。で非常に優れているのは、これは上に天板にスマホを乗っけることで、この吻合を撮影してそれが中継することができるようになるわけですね。こういった構成小物も、その物品の中に含まれています。そしてご自宅でこうして PC とスマホで、オンラインで Zoom にログインしていただいて、吻合の準備をして練習をするというのが今回のオンライン BLC の、大まかなフォーマットです。で実際 Zoom で見るとこういう形になるわけです。これをこれから、今回、受講者役の先生3名、それから講師役の先生1名、そして私がホストというポジションを担って、実際この BLC を、デモンストレーションしたいと思います。吉野先生に、講師役を務めていただこうと思います。吉野先生、ちょっと簡単に自己紹介をお願いします。あ、はい、聖路加国際病院の吉野と申します。よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。国立国際医療研究センター医師5年目の百瀬と申します。よろしくお願いします。はい、聖路加国際病院卒後5年目の玉木と申します。はい、私立旭川病院の外科の渡部と申します。よろしくお願いします。卒後3年目です。今回の BLC にあたってですね、これ今オンライン用の吻合評価表なんですね。講師の先生にこの吻合を評価していただくにあたってどういったところに注目してで見てほしいかっていうのをこうまとめたものになります。で10項目で3点満点でつけていくと30点満点でこの1吻合を評価することができます。採点というのはあくまで主目的じゃないんですけども、実際こういうのがあると受講者の人もこう自分がどこが足りないのかとか、そこら辺が分かると思いますので、吉野先生、ちょっとじゃあ採点も随時進めながら今回やっていくことにしましょう。はい、僕のこの画面を見ていただくと、この手元に、皆さん手元にさっきのこのキットが載ってますので、ここに羊羹が置いてあって、ここにご自身のスマホを置いて、でこの Zoom のチャット、この、ミーティングの中には、受講者の先生方、講師の先生方、おのおの PC とスマホと両方でログインしていただいてますので、
これから吻合していただく百瀬先生のスマホを今画面を合わせますとこういうふうになります。では百瀬先生、準備いかがですか？はい、大丈夫です。はい、ではどうぞ始めてください。はい、もうグラフトは切開が進んでいるので、そのグラフトの大きさに合わせて今ハンドメイクを切開しているという感じですね。いいですね、きっちり真ん中で、はい、まっすぐ切れてますし、はい、やっぱ針がこう垂直に当たってるからこそ、こうやってグラフトをあんまりこう端しなくても、スッと自然に針が入ってるので、いいんじゃないですか。まあ、ですけど、もうちょい、バイトを薄くしてもいいのかなっていう気はしますけど、そのグラフトを少し浮かせて、塔のネイティブ側の位置を見せてもらっていいですか。今の糸をちょっと緩めるような感じ。そうそう、そんな感じで起こしてもらって。いいですね。近くに出すことを意識した分身の方がいいかなと思います。そうですね。いつもここ実は黒っていうか、ちょっとやりづらいところ。まあ、そうですね。いつもやりながらそういうことを思ってます。はい、サイドです。はい。逆側ですか。ファーサイド。うん。綺麗ですね。はい。そうですね。じゃあちょっとカットします。はい、お願いします。吉野先生、どうですか？しっかり外反していて、であとは、この白い内膜の、裂け目っていうのがほとんどないんで、まあ、いいと思いますね。じゃあ、はい、始めてください。お願いします。はい、すいません。はい、まあ、垂直円に侵入してるかっていうのが、まあ、特にグラフト側ですね。それがどうかなっていう。なるほど。確かにこう。もしやっぱ斜めに入ってるように見えちゃう嫌いがあるというか。そうですよね。その中でよく意識されてるんだろうなというのは伝わって、なるほど。ちょっと侵入しづらいっていうのは分かりますね。そっか、正露化ではその CX に関してはファーサイド回ってくるっていう、その運針が逆になるわけですね。そうなんですよね。面白いなと思うんですよね。でも確かに理にかなってるっていうか、そうですね、はい、そうじゃないとファーサイド見づらいですもんね。まあでもですね、すごくやっぱこういう鍛錬を積むのはとても大事ですね。いやー、なるほど。綺麗ですね。いいですね。ちゃんと外反していて、これもファーからニアに回ってくると、この外反が維持されやすい気がしますね。それも確かにいいところ。ファーから回るやつで、そのファー側の運針についてちょっと、はい、その渡部先生の見て思ったのを、直角にこう射抜く感じの印象ですね。そうですね。あと渡部先生のそのちぎりやすいのはですね、糸でグラフトを寄せようとしてるからなんですよね、はい。この接種でグラフトをもうあるべき場所にいさせといて、で、糸を引く。そうすると外反も維持しやすいし、はい、僕はなので、まあ、こう、運針の方向としては、こういう方向で。では始めてください。お願いします。はい、これね、最初のブルドッグを置いとく位置がちょっと間違えました。間違えました。しっかり取ってるっていう印象を受けますね。なるほど、確かにそうですね。印象的にはやっぱりこの半分ぐらいでも全然いいのかなっていう。やっぱりこのそれぞれに直行するような運針っていうのを非常に強く意識されてるんですね。そういうことですね。なるほど。いるんだろうなと思います。ただ、まあ、塔はやっぱりもうちょっとネイティブをバイト小さめにするといいかなって。その方が猫の手にもなりやすいんですね。塔サイドの ネイティブを取りすぎないようにすると。でもまあ友樹先生のこの吻合もまあ非常に綺麗ですよ ね。 そうですね。これは最後の一瞬になりますかね。はい。まあ、こう狙ったところにピッといってる感じはしますね。しますね。それはいい
ところで。さっきのその溝ができるような感じっていうのは、なんか原因っていうのはあれですか？ありますか？考察はありますか？僕、今回多分冠動脈切開がちょっとでかかったかもしれないですね。ああ、なるほど。あ、これは百瀬先生。ああ、なるほど。時間ですかね、時間。ああ、時間が早かったってことですね、百瀬先生。10分を切ったんですね。あとは、まあ、そうですね、切開が非常に良かったなと思いましたね。塔、うん、の部分がちょっと大きかったりとかしたのが気になったところで、これ1点だったわけですね。そうですね。なるほど。本当、厳しく、厳しく、つければってことですね。つければってことですね。で、塔の部分とかはちょっとカットしたりとか結構苦労されてたので、まあ、点数が1点とかになっていますけども、ただ、ね、終わった後の全体的な吻合形態とかは良かったよってことで、はい、点数がつってたわけですね。はい、あ、ヒールの分 1.5 ですね。あ、 1.5 だったんですね。あ、厳しいですね、はい、そっか、ちょっとあのネイティブが少し大きいなって思います、ね、そのバイトはやっぱあのやっぱこれ臨床的にはやっぱ結構一番クリティカルなところだと思うんで。なるほど、分かりました。あとはまあおおむね許容されるぐらいの で、ね、で30点満点中 20.5 点ということになったわけですね。はい、